僕は知っていた。荒木先輩、私を助けてください。十分うまくやっていると思いますよ、荒木さんは。なんでお前ここにいるんだよ。いえ、もう終わったのよ。あなたの戦いはここまで。一生その名を呼び続ける。知れない。いいえ、知っているはずですよ。私は何も知りませんが。忍野扇の正体も最初からきっと知り尽くしていたのだ。私、地獄に落ちましたから。